あなたの心にいるハート。はい、ということでですね、今回はちょっとね、会議が長くなったので告知のみの会になります。いやー、何の会議かっていうとですね、イルハートの継続するかどうかのお話っていう、まあ、ちょっとね、重い話なんですけど、まあ、つまりね、今日は本当はイルハートをこれからも継続するかどうかのね、こう待ち会だったんだけど、簡単に言いますと、なんと、あ、待って、なんか別になんとって喜ぶ話でもないかな。ですね、継続するかどうかの判断が4月の中頃になりました。パチパチなのかな。いや、なんかさ、もうさ、他の VTuber さんも含めてさ、こうぶっちゃけ、いや、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ若干こう斜陽傾向じゃないですか。いや、なんかもうさ、そういう長、なんか VTuber 界の流れも含めた長話になりまして、まあね、時間もないけど、もうどっちにしても1周年をさ、こうやらないと締まり悪くねみたいなことになりまして、こう4月のね、中頃までとりあえず様子見という感じになりました。いやー、でもね、聞いてください、イルハートね、正直ね、イルハートとしては継続すると思ってるんですよ。まあ、まだまだね、告知できないだけで、こうね、こんな私にもですね、若干企業案件をいただけたり、まあね、この間からね、ファンボックスとかもね、こう支援してくださる人が増えたりとかもしてるんでね、こうなんだかんだね、こうイルハートのことを支えてくれる人がね、増えてきたんじゃないかなと思っております。まあね、その辺に関してはね、本当に嬉しいですし、まあ、むしろね、なんでか名古屋のね、お店でね、イルハートのこう秘密基地みたいなところができてたりとかして、まあ、ひとまずね、4月の中頃まではね、こう精一杯頑張っていきたいと思いますので、こう前から応援してくれてるイルハートのみんなも、これからイルハートになってくれるかもしれない人もね、皆さんの応援お待ちしております。違う、皆さんの応援お願いしますということで、報告